上野遊戯場さん、昭和、2歳メスでサイズ45センチです。お願いします。はい、この鯉はあのなんといってもなんですかね、この紅のすごいこう綺麗さと白地の白さがこう際立ってて、あとこう影墨のですねパターンもいいですし、なんかこうまだ決まってないんですけども、すごいこう魅力のあるこうものを持っている鯉だと思います。なんかですね、頭のこう模様も面白いですし、結構そこからこう墨もいい具合に入ってますし、なんとも言えないですね、こう魅力をある鯉じゃないかなという感じがしますね。はい、それでは横の方もお願いします。はい、まあね、本当こう墨がですね、はい、そんなに決まってはないんですけども、こうなんとも言えずこう紅も綺麗ですし、まあ元黒も今から出てきそうですし、ちょっと白地から出てます。そうですね。なかなかですね、まだこう本当未完の鯉なんですけども、こうなんかこう魅力を持った鯉だと思いますね、これは。上品な鯉です。そうですね、で白地がなんかすごいいいんですよね、これは。で沈んだこう影墨もこうちょっとこう濃いところが出てきてるんで、もうすぐ黒く、もっと黒くなってくるんじゃないかなって感じがします。いかがでしょうか。こちら上野遊戯場さんの昭和2歳メスでサイズ45センチです。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。